あなた運がいいんだって。日本アムウェイに6ヶ月の、取引停止命令、社名や目的言わず勧誘のニュースです。今更感ありますが、成人年齢が18歳になりマルチ悪徳商法などにハマる若い人が出てきそうな予感がします。ぜひ厳厳正に語っていただきたいですということですね。はい、これはですね、今更の話でですね、僕が、若い時からですね、アムウェイとかはブイブイ言わしてましたからね。はい、かなりやってる人多かったですし、このですね、もう社名や目的言わずに勧誘はですね、アムウェイの基本ですよね。いい浄水器があるとかですね、いい鍋があるとかですね、はい、しょうもない歌い文句がありますよね、アムウェイってね。不労所得を得ようとかね、はい、いつまでこう、もし、働いててね、今働いてるけども、怪我とかね、病気とかしたらどうすんのみたいな。そういう、誘い文句しますね。で、特定商取引法ではですね、この社名や目的言わずに勧誘したらもうそれ自体アウトなんですよね。はい。で、アムウェイってですね、悪名高きなんで、アムウェイって言った時点で人が離れていきますから、はい。アムウェイという言葉をですね、言ったら友達もなくしますし、みんな話も聞いてくれないんでですね、アムウェイっていう言葉は言わずにですね、ツイッターフォローしてね。そうですね、アムウェイはトレトレチャンネルでですね、上え方、はい、僕のチャンネルでですね、そこまでもうアムウェイってですね、マルチの説明してるチャンネルが、多いので、そこまで、マルチ商法とかですね、アムウェイについてはそこまで詳しく語らないですけども、そう、詳細知りたい方とかはね、トレトレチャンネルとかいう、トレトレチャンネルはね、見たことない人はいると思うんですけども、アニメーションでね、はい、やってくれるんで、アムウェイがどういうもんかっていうのをね、店長、トレトレ店長というキャラとね、リブというキャラですね、やってくれるので、はい、もうそれ見たのが一番わかりやすいかもしれませんね。はい、で、僕の周りでもですね、正直、マルチとかですね、やってる、ネットワーカーって言うんですけども、はい、ネットワーカーの人で、実際、儲かってる人、実際に儲かってる人っていうのもいます。はい。ていうか、いました。今まで何回か会ってきたんですよ。その異業種交流会で、会ってきたんですけども。アップとか言うんですけども、マルチの世界ですね。で、上の人ですね。はい。一番上の人とかは儲かるんですけども、下の方っていうのはですね、儲からないどころかですね、自分で商品買ってですね、借金とか、借金まみれになったりとかですね。はい、詐欺師の報告は傷公開まで。もうローン組まされてですね、ニッチもサッチもいかようになったりとかですね、するので、お金を、儲けるために始めたのにですね、貧乏になっていくんですね。はい、で、本当に本末転倒なので、アムウェイは有名すぎますけども、このマルチ商法っていうのはですね、無限にありますから、そうです。上の人はアップって言うんですよね。引っかからないようにしてほしいんですけどね、この時代ね、もうまだあるのかって話なんですよ。0.4、そう、本当にもうごく少数です。もう上の人しか儲からない仕組みなので、はい。下の人はね、なんでネットワーカーとかがですね、もうすでに、例えばですね、このアムウェイ優秀なアップ、有名なネットワーカーの人間ですね、次、日本に何か上陸しますと、新しいマルチがですね、海外で有名なマルチ商法の商品がですね、日本に、上陸するときにですね、先に声かけられるんですよね。はい。で、だからその上のネットワーカーの人はですね、マルチ商法ですから、ピラミッドの上に行けるので、そういう人はですね、常に新しい商材を探してます。はい。こういうのは、そう、ピラミッドの上に行かないと儲からないので、
はい。で、ほとんどの人はですね、まあ、そう、入って不幸になるんですよ。なんででもそれにですね、気づかないのかなと思うんですよね。で、まあ、これ6ヶ月の取引停止、命令なんですけどもね、もうこうね、そこもまだぬるいかなと思うんですよね。もうこういうですね、マルチ商法はですね、もうアムウェイに限らずですね、はい、もう全部、まあ、取引停止というかですね、もう日本でね、まあ、商売できないように、するべきなんですよね。悩み相談はマカロンまで。まあ、ほとんどです。あとまあ、僕が最初の方の動画で言ったんですけども、これマルチ商法ですか、あれマルチ商法ですかっていうですね、質問が来るんですけども、はい、マルチ商法の、見分け方は簡単です。マルチ商法の見分け方はですね、パンフレットとかホームページとかですね、そういうのにですね、これはマルチ商法ではありませんって書いてあります。はい。この一文が書いてあったら必ずマルチ商法です。はい。というのはですね、例えば、お菓子屋さんでもケーキ屋さんでも八百屋さんでもですね、果物屋さんでも何でもいいですよ。普通、その一文いらないですよね。電気屋さんでも。例えばヨドバシカメラとかでもですね。はい。上司でもね。何でもその一文必要ないですよね。はい。でも、マルチ商法ってね、必ず、特にね、注意事項みたいな、ちっさい文字でね、はい、なんか、約款とか、そこら辺のところにですね、はい、この商品はマルチ商法ではありませんっていうですね、一文が必ずありますから、はい、そこをよく、くれぐれもよく見てください。怪しいパンフレット。これは絶対書いてあるんでね。アホなんですよ。自分でそれはマルチ情報ですよと、はい、言ってるようなもんなんで。で、まあ今いいからいろいろ変えてるんですよね。ネズミ子、あとマルチ、今ね、MLM でした。はい、なんかそのいろいろ言い方を変えてるんですけども、まあ結局一緒です。で、アムウェイなんかも有名すぎるんで。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。売りたい場合はですね、アムウェイって名前出したらもうみんなアムウェイっていうだけに逃げるんですよね。はい。だからそこはね、もうアムウェイはもうほぼほぼですね、広まりすぎて、でもまあ要は儲けてるんでしょうね。大阪だったら、御堂筋沿いにですね、御堂筋沿いにすごいでかいですね、まあアムウェイの会社がありますから、なんでまあ、アムウェイはね、今更引っかかる人は、いないと思うんですけども、まあいるか。いるんかもしれませんけども、よく知らないのがいっぱいあるので、はい。アムウェイは有名すぎますけども、みんな知ってますし、まあ、それこそね、トレトレチャンネルで、上方ってですね、結構バカにして動画が結構上がってるので、はい。なんで、まあ、ネズミコートマルチは、はい、そう、違うよって、トヨさんの言うようにね、怒るやついるんですよ。これはネズミコーじゃなく、はい、マルチだからみたいなこと言うんですけど、一緒ですからね、それ言ってるやつマルチやってるやつなんでね。はい。だから今日も麻生さんの動画で言いましたけども、JC かばうやつ JC なんですよ。もうそれと一緒でですね。はい。まあ、ニュースキン、あとは、いろいろありますよね。かなりあるので、なんか、モナビ、ナチュラリープラス、そこら辺も、今は結構仮想通貨のとか、流行ってますね。はい。とにかくですね。はい。ネズミコート違うみたいなこと言うんですけども、はい。一緒ですからね。一緒。なんかまあ、そういうの言うんですよ。まあ、詐欺師じゃないって言いますしね。はい。まあ、言われる時点でね。まあ、ダメだと思いますよ。はい。だからまあ、そこに気をつけてね。まあ普通に、もう今口コミで上の会員とか他の人からしか買えないっていう、売り方自体がおかしいので、はい。そのまあ Amazon とかね、今楽天とか、はい。もうそういうので、買えますからね、普通の商品は。なんかその人から、変な買い方をしないと買えないっていう時点でですね、はい。もうおかしいんですよ。皆さんもね、気をつけ、まあハマることはあんまないと思いますけどね。はい、気をつけてくださいね。まあ、化粧品とか下着とかも多いんですかね、今は。はい、まあ、男性はね、ちょっと僕らは化粧品とか、下着とかはね、あんまりこう、声かけられることないですけども、
そうですね、気をつけてくださいね。まあまあ、まず今はね、インターネットがあるんで、はい、調べてください。何か商品が、あったらですね、まず調べるのがいいと思います。本日のテーマのような話から、悩み相談、疑問、質問、意見など、何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと、占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。記事公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。Twitter はチャンネル最新情報、Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。